はい、皆さんおはようございます。えー、リップルセーラとイーサリアムちょっと見ていきたいと思います。えー、時間が4時54分になりますね。早朝です。はい。えー、イーサリアムになりますけど、冷やしドル、ドル建てになりますけど、今ね、このオレンジのラインですね、昨日言ったライン。ここで止まるんじゃないのって、反転するよって言ったラインですね。今ね、つけてますね。はい。ということでね、まあ止まっているので、まだね、これ、 実際に下げ止まるか、実際にどうなるか、ちょっとまだあの経過見ていかないとわかりませんけど、今はまだつけてね、下げ止まったかどあの止まってないかはわかんないです、まだ、ね。ただ一応止まってるよね、今のところはね。うん、ということでね、まあ、これが分析通りね、反転すればいいなとは思ってるんだけどね、うん、ね4時間になります、これ、ね。はい、ということで、ここから反転して上です。ね、よ予想ではね、予想というか分析では。 期待しときましょうはいはい続いてステラルーメンえー、円建てだと15円だ厳しいはいということでちょっとね厳しい展開になってきたっていうか価格が厳しいねはいオレンジのラインねちょっとこれ割り込んできちゃったねここねせっかく出てたんだけどねここ出ててこのままこう言ってくれればねよかったんだけど結局ここ落とされてしまったんですね で、でストーンと落としたレベルまでまたね、落としてきてます、今。ねはい。ということで、安値更新はね、してないから、まあ、いいんだけど、うん、ここからね、上がっていけれるかな。ね、皆さん、どうかな。うん。はい。セラルームン、頑張ってほしいな。ね。はい。ということでね、うん。この上昇に対してのこの調整だからね、 もうここら辺で止まってもいいよね。本当ねうん、うん、ここねということでこの安み更新をねしなんで、うん、こう言ってもらいたいんだけど、うん、イーサリアムが上がってってもらってアルトの、えー、ターンがね来てくれればねいいんだけどどうかなちょっとまだわかんないけど期待したいとこなんだけどねまあこれ以上ちょっと下がんなんでもらいたいんだけどねということは思います。 はい、はい、リップルいきましょう、リップルは崖っぷちですよ、皆さん。はいということで、これがね、ここ大きくね、こう下げてるじゃないですか、これが、えー、4日前ですけど、7800万ドル相当の XRP をリップルが売却しました。<laughs> はいということで、リップル、XRP 上げる気ゼロです、ね。上げる気ゼロって言っていいか分かんないけど、何考えてんのかね。うん はいえー、斜めのラインですけどね崖っぷちです皆さん、はい、リップルどうなるんでしょうこれ上がわないのかなほ、うんねこうまい、うん、っちゃうね、うん、っていうことも言いますけどまあ握っとくけどね、うん、それでも <laughs>、はい、ということで、えー、XRP は円建て76円です崖っぷちです、うん リップルも何かこのね7800万ドル相当の XRP を売却したのはいつもとね違うなんかパターンっていうかみたいなんだよねうん記事読むとねパターンっていうのはだから決まってたこと毎月やってるその決まり事以外のことで売ってるらしいよ、ね、だからなんでこんなところでリップル売ってるのってあの皆さん眉を潜めてるらしいですあのリップルホルダーの。 うん、人たちはねはいというような感じですはいニュースちょっと読んでいきます、えー、イーサリアムですけどね、えー、イーサリアムがシェサポートを突破世界最大の銀行から、えー、デジタル石油の称号を獲得、えー、イーサリアムは世界最大の銀行である中国・交商銀行によってデジタル未来のデジタル石油と呼ばれていますはいうんえー 全体仮想通貨全体が下落傾向にある中イーサリアムは火曜日に6%下落した弱気な見方にもかかわらず中国・交渉銀行はイーサリアムの成長を称賛し同通貨をデジタル石油と表現した世界最大の銀行である中国・交渉銀行 ICBC は最近のレポートでイーサリアムとビットコインの成長を称賛した。 同銀行はビットコインをその希少性から金と比較する一方でイーサリアムをデジタル石油と呼び Web3 のさまざまなイノベーションをサポートする強力なプラットフォームを提供する役割になっていると指摘しましたと。はいということで石油、うん、らしいです皆さん <laughs> イーサリアム。はい えもううついきましょうリップルですけどね7800万ドルリップルは XRP を売ったニュースもあるんですが、えー、こちらは、えー、リップルのチェーン上での活動が衰える中 XRP のクジラが安値で買いを入れているということでね、うんえー、1億以上の XRP トークンを保有するリップルのクジラは6月の下落時に買いを入れているアクティブアドレス数は6月に40%近く減少していると。 6月11日は1万9,500件になりましたと XRP は火曜日に価格が約2%下落し0.4885ドルとなった1億以上のトークンを保有するさまざまなセグメントのリップル XRP はクジラは最近の下落時に保有量を増やしました XRP の価格は6月1日以降6%下落しており大口投資家は下落時に買いを入れています えー、リップルは価格修正の中でオンチェーン活動が減少していることを指摘した、えー、ダイリージェイダイジェストマーケットムーバーリップルのオンチェーン活動は6月に減少アクティブアドレスメトリックはブロックチェーンネットワークの使用状況を示す指標とみなされています、えー、アクティブアドレス数の、うん、数が多いほど需要が増加する期間を示,し示すため このメトリックスは、メトリックは価格との相関関係が見られる可能性があります。うんえー、サンティメントのオンチェーン・インテリジェンス・トラッカーによると、リップルのアクティブアドレスは6月に40%近く減少し、6月11日には19,500レベルまで落ち込んだエクサ、この減少はエクサラピーの弱気相場を煽っていると。 いうことでね、はい、まあ、うん、えー、クジラは飼ってるってことですね。うん。はい。ということで、まあ、クジラが飼ってるなら大丈夫でしょう。<laughs> ね。はい。ということで、まあ、朝の動画は以上になりますけど、イーサリアムにかかってるかなーって思ってます。ね。はい。えー、請求になったんで、イーサリアムはね。<laughs> 中国の銀行の話では、うんはい、タグ付けされたらしいですけどどうなんでしょうかこれはあの全体的に石油ってことになるのかな、ね、ちょっと分かりませんけど、うんはい、ということで朝の動画は以上になります、はい、では失礼します